皆さん、こんしましむは、ニャンティスの新猫好きドゥエス。13K 防衛剣実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、高宮さん編の方でね、前回は、まあ、東雲さんと、こう、まあ、なんか渡り廊下だったかな。で、まあ、高宮さんなんだけど、その時に、こう、まあ、BJ みたいな感じのメカを使ってたら、なんか、東雲さんの、なんか、なんだろう、未来の、姿があって、で、なんか、自分は人類を滅ぼした、なんか、張本人だ、みたいな感じで言っとって、まあ、それで、東雲さんは、ちょっとこう、ね、私そんなことやってない、みたいな感じで、こう、まあ、頭を、ね、悩ませてたわけなんよね。で、まあ、倒れたよね、その後。で、まあ、ちょっとこう、保健室で寝ていて、まあ、薬を、まあ、投与しとったんやけど、まあ、ちょっとその時のね、まあ、東雲さんのなんか錯乱していた時の記憶がないっていう風にあったから、あの薬絶対なんかあるよなっていう感じがするよね。よし、じゃあやっていこう。屋上からの始まりは変わらないわけか。女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、なっちゃんが関わっているのは確かだ。他に手がかりになるものがないか探そう。さて、じゃあまあ多分エリカちゃんが来るんやろ。おお、鳩の描写。どうも。またここにいたんですね。どうも。正門が増えてる。ヘイスイ、これは、ちょっと聞いてみようか、また。やんねえよ。飲まさねえよっていう。飲む。リンゴジュースだ。ガキの頃、よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。いや、しかし男言葉やな、こう、なったもんだぜ、とか。なっちに、ま、聞いてみようか。南さんが失踪して、何日も経ちますものね。先生が言うような病気でも、噂にあるような家出でもない。きっと何か事件に巻き込まれたんですよ。もしかして怒ってます？禁煙中で落ち着かねえんだよ。このやりとりってさ、このなんかの伏線なのかな。まあなんもないと思うけど、まあ、とりあえずおさらいやね。もう一度あの女子トイレを調べよう。あれ、言いませんでしたっけ、あの女子トイレ改装始まって、もう入っても何もないですよ。嫌に対応が早いな。これ前回やね。そうよね、あの女子トイレを調べようとしたら、こんな
なんかね、あの改装工事みたいなのがあって調べることができないんやね。じゃあ正門考えるか。正門に行く。おお、なるほど。東雲涼子は映写機を隠せと言ったのをすっかり忘れてしまっている。旧校舎、ああそうよね。北校舎の女子トイレでの事件の直前、なっちゃんを追うもう一人の如月。如月はメガネ野郎のリストにも載っていた監視対象だ。とりあえず何もないかな、何もないかな。降りる。相葉聞いてみるか。高宮さんがホームズで、バトソンは私、相葉エリカ。エリカと呼んでください。本当この子は本当にどういうところであったのか、そこ知りたい。そこ知りたいんだけどな、めっちゃ。なっちゃんの聞き込み中に知り合った女だ。気に入られちまったのか、よく私に絡んでくる。ガンつけてもビビりやしねえ。おかしなやつだ。まあなんもないと思うけど、とりあえず正門に考えてみるか。ここで正門に行く。カバン取ってくるか。あ、そうよね。確か神社だったっけ、常坂神社だったっけ、あそこに行くっていう風にやったっけな、前回。うん、だいぶ忘れてるな。さて、誰かいるかな、誰かいるかな、誰かいるかな。東雲はいない。こっちには、あ、輪島。輪島。おう、もう、なんでお前らよくいるな。ああ、俺に命令してんの。絡むな、相手する気はねえ。すみません、遅くなっちゃって。タイミングの悪い。どうするよ。 あのこの方たち、高宮さんのお知り合いですか。ああ、こいつの出しなら俺とも仲良くしねえとな。やばいな。手出したら分かってんだろうな。あ、分からねえな。おお、やばいやばいやばい。分からせてやるよ。やばい、これはどうする。喧嘩なるか、喧嘩するか。これはここで返してやる。さあ、どっちが勝つかな。まあなんか見えてたけどね。おう、警察。お前ら何をしている。ああ、あちゃー、やれやれ。やっちまった。やっぱり捕まるんかい。呼ばれるとは。てか、エリカは何も言ってくれへんのんかいな。ちくしょう、あいつ女子やろ。女子なら助けてくれよ、畜生め。なあ、もう帰っていいだろ。ダメだ。まいったな、定額なんて食らっちまったら。メガネがなんていうか。その間、こう、なんだろう、調べることはできんのかな。こうね、警察官謹慎処分になってもこうね、自分はやってやるみたいな、絶対にね、犯人を捕まえるんですみたいな感じで、もう出たいな。こら、お手洗いはどこかなと。うん、わかったわかった、おとなしくしてる。もうトイレぐらい行かせや。え、あれ、おう、あとは任せてくれ。おう、よう、鬼兵。相変わらずで安心したよ、高宮。この人なんか分かってくれそうな気もするけど、どうなんだろうね。輪島たちは逃げちまってわからんが、捕まった仲間二人は軽傷だな。はあ、軽傷か。てか輪島は捕まっ
ったのかな。まあ捕まったんだろうけど、あいつらに連れてかれてから心配してたんだぞ高宮。転校していたとは。何があった。知り合いなんだね本当。っていうことは中学の時確かね、アミグチ君のプロローグの時にね、こいつら全員倒したんだぜみたいな感じの時もやっぱお世話になったのかな。特務機構の奴らと関係があるのか。知ってるなら話しちゃくれねえか。おっさん悪いが言えねえんだ。なんか絡んでる。特務機構についてこいつ聞こうとしているな。絡んでるのかな何かしら。半年前くらいに輸送中の重機の事故とされた事件があった。その時事故に巻き込まれた東雲涼子と名乗る少女を保護したが、お前の時と同様強引に特機の奴らが連れ去ってしまった。彼女はこう言ったんだ。怪獣と戦うために未来から兵器と共に来たとね。まあそうなると東雲さんは未来人ってことか。なるほどね。特機を使ったのはそういう特機ですか。その話信じたのか。最近また重機の事故があってな、天幕で隠される前にたまたま現場を見た。俺にゃあれが建設機械とは到底思えなかった。この町で何かが起きてる。知りたいんだ。話しちゃくれねえか。まあ多分どうなんだろう、怪獣か騎兵かだな。話しちゃくれねえか。あれこれはどうすりゃいいんだろう。未来から兵器と共に来たか。なっちゃんのノートにもタイムトラベルと兵器らしきロボットのことが書かれてる。鬼兵のおっさんは大人でも信用できる方だ。話して協力してもらうのもありか。お、話しちゃう？話しちゃう？南夏のナッチについて聞いてみるぜ。クラウドシンク。先週から行方不明になってる南夏の警察では探してないのか。南夏の？こっちに届け出は出てない。桜高校の1年だ。奴らが探してる。何か分かったら教えてほしい。俺も探してみよう。写真を出してあげたら特務機構にも話してあげようか。クラウドシンク。特務機構のことはそっちでどれだけ分かってるんだ。かなり上の方とつながってるようで下っ端じゃ手出しできん。俺の分かる範囲だと奴らは敷島重工をいろいろと調べてるだろうな。敷島絡みだよな。どこまで本当か知らねえが、メガネの話じゃ敷島が核爆弾積んだ兵器を作ってて、その兵器に何人かの子供が関与してる。そいつらを監視しろと転校させられた。子供？東雲涼子も桜高校にいる。さあ信用してくれるかい鬼兵のおっさんよ。見てくれ。お、重機搬入で行動を制限するための書類だ。お、彼女が乗ってきたといったものは敷島重工の新しい造船ドックに運ばれてる。ここへ行けば重機が何なのか、なっちゃんに何があったのか分かるかもしれない。おお、いいじゃん。進めるんじゃね。電車内。おお、鬼兵のおっさんの話を聞いて勢いで電車に駆け込んじまった。敷島重工の造船ドックね。そこに一体何があんのか
武者震いがするぜ。食べ物もむしゃむしゃするぜ。さて、ここで、どうすればいいんだろう。あ、何かあるかな。これかな、敷島重工かな。夫が運び込まれた敷島重工のドックは、港近くの埋め立て地で、倉庫ばかりの寂しい場所にある。このまま終点まで行って、施設の近くで待とう。忍び込むなら暗くなってからだ。でもなんか、そうは言ってるけど、さあ、こう高宮さんの親とかはどうするんかね。こう雪いてどこまで行っていたのみたいな感じであるんかなと。なんか見覚えのあるね、背中だなと思っていたら、背中っつうか髪型だなと思っていたら、高宮、何やってんだ尾形。見りゃわかんだろ、帰るところだ。お前の家ってなっちゃん家の近くじゃなかったか。あ、近くなんだ。近くなんだ。じじんちに住んでんだ。お前はじじい。あ、じいちゃん。まあ、その海を見にかな。まあちょっとロマンティックに行きたいんだよ。高宮さんだって女子なんだから。腰巾着みたいなあいつはついてきてねえのか。相葉エリカのことか。相葉？尾形は D 組だったよな。同じクラスだろ、あいつと。あ？あいつは相葉じゃねえだろ。あ？相葉はずっと休みのままだし。え？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 あ？な、ん？ん？俺はついで乗り換えだ。階段近くに移るわ。じゃな。ちょ、おい？おい、だ、おい、尾形、ちょ、待って、ちょ、待てよ。な、え？相葉エリカは、相葉じゃねえ。相葉は休みのまま？なんだそりゃ。クラウドシンク？相葉じゃない？それならあいつは、誰なんだ？相葉じゃない。相葉じゃないってことは一つ一つなんだ。確かめるしかねえか。まずは敷島の兵器だ。相葉じゃないってことはこう大野とか桜井とか松本とかかな。おお、ずいぶん警備が手薄だな。ほんまやね。ほんまやな。とはいえこう暗いと何も見えないな。高宮さん、カバンどこやったん？他は？これはうち。なんもないと思うけど、とりあえず、まあ、見直そう。D 組の尾形が言うには、相葉エリカは別人だ。なら、私に付きまとうのは、誰なんだ？何の目的で私に？なんかこう、なあ、まあ確かに見た目がなんか似てる人がねえおったような気がするんだよな。あ、待てよ。あ、え、あれ、高宮さんの、え、肌が光ってるのか。もうちょっと出したらちょっと見えちゃうかもって。お、東雲。そういうことだったんだ。あ、その声は東雲涼子。てか暗いな。なんかこうなあ、まあ確かに携帯持ってないからさ、携帯そもそもないから ライトはつけれないけどさ。いやー、しかしあれ高宮さん光ったな。ちょうどなんていうか鎖骨あたり、もうちょっと開けば、もうちょっと開いたらちょっと覗いてやりたいんだけどな。まあ殴られるからやめとくわ。なんでこんなとこにいるんだよ。それはこっちのセリフよ。おい、ブーメランじゃん。お前の足も光ってる。おお、この光は何だ。あれだよな、あれだよな。登場者、どういうところに登場しているのかっていう。14番機の呼びかけに。なんだこいつは。おお、ついに騎兵が
調べる。14番機っていうことはあれかな、やっぱりこれあれなんかな、高宮さんのだっけ。こいつが運び込まれたっていう。来るべき戦いで我々の操る武器だ。そして君もこれに乗ることができる一人だ、高宮ゆき君。てめえはリストに名前のあったゴーとレンヤ。本当に覚えてるんだな。騎兵よ。ん？騎兵？なんかいろんなことがありすぎてどうすればいいんだよっていう。じゃあまあちょっとナッチに、ナッチのノート聞いてみるか。クラウドシンク。これが騎兵？ナッチャンが探してた宇宙人と戦うためのロボット。宇宙人？あの子宇宙人と戦うつもりだったの？お前らはこれで何する気なんだ。怪獣から世界を救うのよ。でもなんかもう一人のね、未来の東雲さんは滅ぼそうとしとったやん。四季島重工に聞いてみるか。これは四季島が作った兵器なんだろ。作ったのは四季島じゃない、我々だよ。お前ら、まあ我々にとってそうよな。ここは確かに過去の世界だ。タイムトラベル、本気で言ってんのか。騎兵は未来世界で作られた兵器だ。まあゴーとレンヤは未来人だしな。ん、これはどうすりゃいい。どけよ、お前ら二人で私の相手になるか。そうはいかない、君も騎兵に関わってる。私は関係ねえ。さっきの光が証拠だ。私に何をしたのか知らねえが付き合ってらんねえよ。あ、森村先生。何度もコードが書き足されてる。彼と何度も接触を。おそらくこの子の近くに。お前は保健室の高宮ゆき。もう少し調べたいわ。あ、おお、撃たれた。すげえいいところで 57%、 50% いったな。うおー、なんといういいところで切れてしまう。まあ多分これ6かかるか。もうあーかかるね。夏ののイベント、デスドロイド。結構あの夏つながり多いなぁ。まあ、しゃあないか。まあ、というわけでね、まあ、なんとまあ、いろんな謎が、てか、東雲さん、記憶喪失じゃなかったのか、おい、って思うけど。まあ、そこはいいか。まあ、ちょっとこうね、まあ、高宮さんが、こう、なんか、四季島の施設に入ったら、まあ、なんとこうね、まあ、ゴートレンヤとか森村先生とかね、まあ東雲さんにね、まあ騎兵の登場者であることがね、まあ分かったっていうことだから、まあ多分調べられるんだろうな。どういう調べ方されるんだろうか。まあそこは置いといて、まあね、ちょっとロックがかかってしまったので、次回は崩壊編の、まあウェーブに、あ、ステージ2か、ステージ2の方を新しくやっていきたいと思います。で、その崩壊編、まあ、2つほどやって、それが終わったら、今度は、東雲涼子さんの、ルートを進んでいこうと思います。なんかこういう子に限ってこう、ね、すぐロックかかりそうな気がするけれども、まあ、やっていこう。では、次回の G3 系防衛編も見てください。それでは、バイニャラー。あの鎖骨の部分もうちょっと開いてよ。